久保さんあのねドイツのし社会心理学者がこんなことを説いてますよ人生にはただ一つの意味しかない人生には一つの意味しかないとそれは生き,るとこう生きるという行為そのものであるとおっしゃるそうです <laughs> 意味があるとするならば生きるという行為そのものっていうね これは的を得すぎて、なんか、なんもは、あれですよね。だって、生きるという行為を、もしやらないんだったら、じゃあ死にますかっていう。じゃ今から包丁で切るかわかんないですけど、まあ、死にますかと。まあ、死に方はいろいろあるけど、結構怖いよ、みたいなね <laughs>、うん。死ぬって怖いですよね。うん だからもう人生にはただの一つの意味しか、が、それは生きるという行為そのものであると。いやー素晴らしいですね。もうなんか突き詰めた結果もう、なんかもうシ、ザ・シンプルですよね。うん。それ聞いてあんのと。まあ意味はないですけど、い生きる。<laughs> ちょっと、ちょっとかい、かい発はになってないな。まあいいや。生きてください。行ってらっしゃい。